どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はですね、シリーズでお届けしている、質問に、答えますよという動画の第4弾になるんだな。2024年の第4弾回答編として、お届けしたいと思います。このシリーズはまずこの動画のコメント欄に寄せられた質問に、皆さんからの質問に答えていくよということで、今見てるこの動画のには質問しないでください。ややこしいんで。ここの動画に、のコメント欄に書いてくださいね。はい。で、やっていこうと思います。今までもね、もう第3弾まで濃厚に、質問に回答しているんで面白いんでですね、ぜひ見てください。概要欄にね、いろいろその流れがわかる、再生リストみたいなの貼っとくんでですね、よろしくお願いします。じゃあ早速、もうやっていこうかなというふうに思います。お名前が、もうもう牛さん。もうもう牛さん。はい、質問いただいております。普段、ハニーさんの毛糸のストラップを使っています。すごく気に入ってます。これですね。ハニーさんの毛糸のストラップ。ちょっと今これ外しちゃってるけど、これです。はい、これがいいんですよ。あ、これハニーさんが作ってるんですよ。手作りで。これわかんない方はですね、ちょっと概要欄にも URL の、貼っとくんだけれども、このガズレレ公式ホームページのこのバナーのとこから行けるんでね、ぜひこれもちょっとチェックしてください。ストラップを使ってます。すごく気に入ってます。ある日そのお気に入りのストラップを持っていくことを忘れてしまい、ウクレレを立って弾くことができませんでした。こんな時にもウクレレを立って弾くにはどうやって普段練習したらいいですか、教えてくださいということですね。これはね、まず、第一に、ウクレレ持っていくときには、もうセットで持っていってねっていうのがもう前提なんですよね。で、忘れてしまって、ウクレレを立って弾くことができませんでした。これはね、どうしたもんかなと。ウクレレをストラップで、ストラップね、例えばこう、このウクレレのストラップがついてますけど、ストラップかけて練習してる方っていうのは結構いろいろストラップに助けられてる部分が多いんですね。手離してもネックが落ちないから、なんていうのかな、結構コートチェンジが、すごい楽なんですよ。なんだけど、ストラップがないとやっぱり押さえづらくなっちゃうんで、この質問に答えるとすると、やっぱり違う弾き方を覚えるしかないですって、こうやって持って。いわゆるハワイアンのミュージシャンとかってこうやって持ってますよ。この肘でここで支えて、このストラップがなくても、この高さでこうやってね、なんかハワイアンのミュージシャンってこういう感じじゃないですか。でもガズさんってこうですよね。これえらい違いがあって、まずこの弾き方だと手首がですね、もうここで自由が効かなくなっちゃうんで、ストラップなんですよ。なんで16ビートとかすごいこう、例えばね、こういう16ビートをここでやろうと思うと、なんかね、やりづらいの。やっぱ自由が制限されてるんですよね、ここでこうやって持っちゃうから。で、あとコードを押さえるときも、例えばガズはね、F マイナーを押さえるときみんな知ってるように、ガズさんはこうやって親指使ったりしてね、F マイナーを押さえてますけど、ここで持ったときは F マイナーを親指で使うとね、これ押さえられないから。逆に、こういう押さえ方変わるんですね。なんです。ウクレレを持つ位置によって弾き方も、右手も左手も全然違う楽器みたいになっちゃうんですよ。なんで、ストラップ忘れちゃった時は椅子で弾く、もう椅子で弾くのがいいと思う。で、あとはもうストラップがある人に借りるとか、もうそれでもっていう時はなんか何でもいいから、ビニールテープでも何でもいいからこうやって首にかけてとか、まあ忘れないのが一番いいと思いますけどね。はい。そんなことですね。ストラップってやっぱりすごい便利だからやっぱり使うわけで、ストラップがない状態でウクレレを弾くっていうのは立ってね、座っている分には大丈夫だと思うんですけど、はい。まあまあそんなことがあったということは、まあびっくりしたでしょうね。普段ストラップでやってる人はね。はい。まあでもアドバイスとしては、ストラップは絶対セットで持っていってねっていうことと、やっぱりその立って弾く、ここで持って弾くか弾き方と、こうやって弾く弾き方では、ここの位置とこの位置では、もう全然違いますよという、コードの位置はね、同じだけれども、押さえる指が変わってきたりとか、はい、いろいろあるんですよ。まあなんで、そんなところかなというふうに思います。ストラップって結構大事ですからね、ぜひ、忘れないようにしてもらうのが一番いいかなというふうに思いますけれどもですね。はい、楽しく音楽やっていってください。コメント、質問してくれてありがとうございます。はい、そしたらお次の方の質問でございます。お次の方は竹尾渡辺さん、質問ありがとうございます。ガズさんこんにちは、いつも楽しく見ています。さて、ただいまアルペジオ練習を始めまして、曲をアルペジオで弾いてみているんですが、一つの括りに4つのコードがある時の弾き方がわかりません。具体的には夏祭りの感想部分です、教えてください、よろしくお願いしますってことなんですけど、この夏祭りっていうのをですね、僕見てみたんですよ。そしたらね、これ
全然どこのアルペジオのことか分かんなくて、これ、ちなみにですね、こういう質問が来るときには、この動画のこの部分ですとか、この動画の何時何分ですって言ってくんないとちょっと分からない。まずね、夏祭りっていう曲だけでもですね、長渕剛さんの夏祭りと、ホワイトベリーとジッタリンジーの夏祭りって、まず2つあるんですよ。で、その中でも、感想って書いてあるんですけど、両方とも感想、この1つのくくりに4つのコードがあるの感想っていうのは見当たらないんですね、ちょっと。なんで、ちょっとこのね、質問くださった、竹と渡辺さんもそうなんですけど、まあ、この曲のここのところがわからないよという方は、なんていうの、この動画の何時何分のところがわからないって書いてくれないとですね、ちょっとね、説明がちょっとしづらいっていうのはありますね。で、ちなみに夏祭りってことですけど、長渕剛さんの夏祭りだとすると、16ビートのアルペジオでもハイパー速いやつなんで、かなり難度は高いです。ってことで、ちょっとね、解説しようにもちょっと、どの部分の、どの曲なのかって、誰のどのアーティストさんの曲なのかというのもちょっとこの質問では分からなくてですね、他の方も注目ですよ。こういう質問があるときは、この誰々のこの曲のこの何時何分のここですみたいに言ってくれるのが一番間違いないかなというふうに思いますんでですね、そこのところよろしくお願いします。まあとにかく3分レッスン動画っていうのはあるんですよ。ガズレレでは3分レッスンプログラムっていうのがあって、その中でアルペジオとか16ビートのアルペジオっていうのもあるんで、これを練習してもらうのは基本的にはいいと思うんだけど、まあ4つ1ブロック4つのコードってことだからね。まあ、ちょっとそのどの部分かまたちょっと教えてください。ちょっとね、この、質問だけではちょっとわからなかったなという感じです。はい。じゃあ、お次の方、質問、なっちゃんさん。はい、ありがとうございます。なっちゃんさんの質問は、こんにちは、なっちゃんです。いつも楽しく拝見しています。リズムについての質問です。ルンルンビート、アイランドビート、レゲエビートなど、アクセントの位置がわからなくなってきました。3分トレーニングのように、100テンポで約3分やってます。いいですね。継続するのが一番力になりますんでね。やってもらうのはいいんですけど、アクセントっていうのはですね、結構大事で、まず、まあ、こう質問があるように、まず、ルンルンビート、アイランドビート、レゲビートって言うんですけど、基本的にはね、これ、似てるんですよ。みんな親戚です。みんな裏拍のリズムで、じゃあ、ルンルンビートいきますよ。ルンルンビートっていうのは、ドゥングダッコ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 、ドゥンドゥダー、ドゥンドゥダーと、跳ねたリズムで、ドンドダー、ドゥンドゥダー、ドゥンドゥダー、ドゥンドゥダーと、これがルンルンビートです。で、これとすごい似てるんですけど、アイランドビートっていうのは、ドンドンドチャッカドッカ、ドンドンドチャッカタッカ。このアイランドビートに関してはアクセントっていうかもうチャが入ってるからもう別のものと考えちゃって、ルンルンビートをやってみます。ルングランドルンルランドルンルランド、アイランドビートいきます。ドンドドチャッカドゴドンドドチャッカド、結構違くないですか。カドゴドンドドチャッカだけ、アイランドビートはこのチャが要はアクセントですね、強いですから。ドンドドチャッとドドドンドドチャッとドド、このアイランドビートめちゃくちゃいいですよ。アイランドビートはね、16ビートが苦手だよという方はアイランドビートで置き換えるとね、結構いいかもしれない。これ今度動画でもこのお話をしようと思うんですけど、ぜひやってみてください。で、あともう一個、レゲエビート。これはもうね、難しい。裏拍ですね。ドンダッ、カッティングチャッ、チャッ、チャッ、チャッ。このレゲエビートに至っては、もうアクセントも何もないっていうか、ドンチャッ、チャッ、ドンダッ、基本的にはこれなんですね。で、よりグルーブを出すためには最初にドンダッカチャッ、ドンダッチャッカ、ドンダッ、このカッティングまで入ってくるんで、これはまずアクセントっていうよりはね、レゲエビートっていうのはもう最高レベルで難しいっていうかね、カッティング入ってくるから。この切れ味。これはちょっとね、ハイパーレベルなんで、まあ、ちょっと、一回置いといた方がいいかも。レゲエビートでアクセントっていうよりは、アクセントどころか、そのカッティングでパッパッとこう、綺麗よくやるっていうのが、ま、大事なことになるんで、まずはこのね、ルンルンビートとアイランドビート、これを極めるのがいいと思います。ルンルンビートはさっきも言ったように、こっちはアクセントめちゃ大事よ。ドンドタッとトントタッ、この、ドンドタッ、この時にアクセント。ドンドタッとトントタッと。で、アイランドビートはチャだから、ドンドンドチャッカと。この、ここが、ここがアクセントになります。いいですね。
素晴らしい。このね、三つのリズムはね、ルンルンビート、アイランドビート、レゲエビートはですね、まあ、親戚関係です。ルンルンビート、アイランドビート、レゲエビートという感じでね、だんだん難しくなりますから。はい。そこの、レベルアップを楽しみにやってください。まずはルンルンビートがいいと思う。ルンルンビートでも弾いて歌ってると、自分がどこにいるかよくわかんなくなっちゃうっていうね、人もたくさんいるんでね、裏拍だから。うんだ、1、だ、2、うん、3、うん、4、うんっていうアクセントだからね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、うん、二、うん、三、うん、四、オンって、これ、裏で来るでしょ。これがまたね、普通の曲で、やってるとね、ごちゃごちゃになってくるんですよ。これが修行してて楽しいところ。だから、3分リズムトレーニングもいいけど、例えば、ドゥン、ドゥン、これで踊るポンポコリンを歌う。なんでもかんでもみんな、とか、こういうのがいい。なんでもかんでもみんな、こういうのもおすすめですよ。はい、やってみてください。あり、レターありがとうございます。レターじゃねえ、質問してくれてありがとうございます。ラジオと一言になっちゃった。はい、今回最後の質問です。M ちゃん質問ありがとうございます。ガズさんこんにちは。毎日必ず動画を見ながらウクレレ触ってます。めっちゃ楽しいです。素晴らしい。いいことですよ。先日友達とウクレレの話をしていたらフレットの減りが点点点という話になりました。初心者でよく意味がわからなかったのですが、フレットは減るものなのですか？おお、フレットが減ってしまったらどういうことが起こるのかと、その場合交換した方がいいのかが知りたいです。すごい質問来ましたね。フレットはまあ、減るんだけれども、ウクレレの場合はほぼ減らない。もうこれは間違いないです。なぜほぼ減らないかというと、フレットが減るっていう用語は、主にやっぱりギターですね。ギターとかベースとかのフレットって減るんですよ。何がじゃあ違うんだっていうんですけど、それギターはギターでもギターの種類によりますけど、例えばね、ここにエレキギターがあります。はい、これエレキギター。でかいな、エレキギター。で、はい、これガズさんがね、いつも弾いてるエレキギターなんですけど、エレキギターってこうフレットついてるじゃないですか、ウクレレと同じように。このね、エレキギターのフレットっていうのは減るんですよ。なんで減るかっていうのはですね、このエレキギターの弦って、鉄なの。鉄。鉄だから、鉄と鉄がこうって擦れるわけじゃないですか。これでビブラートとかしようもんなら、こうやって。こうやって、ビブラートとかするでしょ。あとスライドとかいろいろこうやってやってるうちに、鉄と鉄が擦れるから、もう何年も5年も6年も10年も弾いてると、フレットが、例えばよく使うフレットっていうのが出てくるんですよ、こっちでも。コードを弾く、よく弾いていく、弾くコードでも、例えば C を押さえると、ギターでは C ってこうやって押さえるんですけど、これの、5弦の3フレットとかよく押さえるとか、ここのフレットがね、減ってくるんですよ、やっぱり。ギターとかはすごくその、フレットはやっぱ減っていくっていうのがね。まあ、でも、ずーっと毎日弾いてて、それも数年、何、十年とか、そういうレベルにわたって減っていくものですからね。だけど、はい。片やウクレレっていうのは、一般的には、こういう弦が柔らかい素材ですね。これ、Gラボのウクレレたちは、フロロカーボンというね、素材の中でもかなり柔らかい素材のものを厳選して貼ってますけど、あとナイロンとかフロロカーボンとか、ま、いろいろ、素材があるんですけど、フレット、こっち金属じゃないですか。フレットに対して弦の素材の方がもうはるかに柔らかいんで、弦がどんどん、へっこんできたりとか、弦が弱ってくるだけで、フレットはね、強いんですよ。フレットが強いの、ウクレレの場合。弦の方が負けちゃうから、弦を交換する感じになります。弦のダメージが多いです、ウクレレの場合は。で、ギターの場合は、弦のダメージもありつつ、フレットのダメージもあります。ギターの場合はね、このエレキギターなんか、アコースティックギターなんか一般的なのそうだけど、鉄の弦っていうか金属だから、やっぱ錆びるんですよね。錆びると音も良くなくなってくるし、音の伸びも悪くなってくるし、弾きづらくなりますね。錆びてくると。滑りが悪くなったり。なんで、鉄の弦じゃない、このウクレレとか、まあ、あとね、クラシックギターとかも鉄の弦じゃない。ね、全部じゃないけれども。そっちの方はあんまりね、フレットはね、減らないっていうか、あんまりほとんど考えなくていいと思います。ウクレレでフレットがすごい減っちゃったという人はもうめちゃめちゃ1日5時間ぐらい弾いてるのを10年間ぐらいやったら多少減るかもしれないですけど、まあ僕らが日々弾き語りで楽しんでるみたいな感じでは、まああんまりっていうかほとんど気にしなくていいんじゃないかなというふうに思いますけれどもですね。はい。ただしやっぱりフレットっていうのはまあ金属で、こっちが木材でしょ。これ指板って言うんですけど、こっち木の上にフレットって打ってあるんですけど、この木は縮んだり湿度とか温度で縮
縮んだり伸びたりするんで、やっぱりこのフレットが浮いてきちゃったりとか、そういう不具合は出ることはやっぱありますね。気温と湿度で、かなりこのフレットがここ角が浮いてきちゃったりとか、長年使ってると、もうどんなに高級ウクレレとか高級ギターでも、そういうのあるんですよ。まだそういう調整は必要ですけど、フレット自体が減るってことは、ほぼないということで。ウクレレの場合は大丈夫だというふうに思います。まあ面白いですね。初心者の方ってそうやってちょっと誰かが、気になったことをこう、すごく覚えてるもんね。え、フレットって減るんだ、どうするんだろうと思うけど。まあ、ウクレレの場合は大丈夫。ご安心ください。でも弦はね、やっぱり今も言ったように、鉄の弦よりは長持ちしますけど、ギターみたいにね。でも弦を変えるっていうのはすごくいいですよ。弦のとっても、弦はこうフレットの方が強いから、後がついちゃいがちだし、やっぱりね、弦を変えるとね、すごい気分が変わるんですよ。その時掃除したりもそうだけど、音のね、タイプも、ウクレレの弦の素材によって音も全然変わってきます。ナイロン弦、フロロカーボン弦、あとは、なんか他にもいろいろ素材があるの。はい。いろいろ試してみて。はい。いっぱい各メーカーから出てる。ガズレレ G ラブではこのね、弦、柔らかい弦が、これがめちゃくちゃおすすめで、これめちゃくちゃ大ヒット商品になってます。あ、これもね、概要欄にゲットできる方、URL 貼っとくんでね、よろしくお願いしますということなんですけれどもですね。はい。そういうわけで今回、4名の方の、質問に答えさせてもらったんですけど、今回ね、この動画じゃない、違う動画にね、ちょっと質問いただいて、いい、質問していただいた方がいるんで、ちょっとそれをご紹介したと思います。CCHO さんの質問で、いつも楽しく動画拝見させていただいておりますかな。今、ガズさんの動画でウクレレ夢中になり、簡単ウクレレ教室の本を5冊買い、今毎日練習しております。素晴らしい。そこで練習しながら思ったのですが、ウクレレで伴奏可能でしょうか？ピアノとセッションまたはボーカルの伴奏、あるいはバンドに混ざってウクレレを弾くなど、ウクレレはできるものでしょうか？ギターはベースやドラムとよく、見かけますが、ウクレレはどうなのでしょうか？笑われたりしないかと不安が湧いてきました。よろしくお願いします。いや、これすごい質問だなと思うんですけど、もうもちろん一緒にできます。バンドでできます。例えばウクレレでこう C を押さえるじゃないですか。はい。この C っていうコードは、ピアノでもギターでも世の中にある全ての楽器共通なんですよ、皆さん。なんで、バンドでももう、誰かの曲の伴奏でも一緒に、他の楽器と混ざってセッションワイワイできますからね。ギターとかピアノと全く同じです。同じように。全部できる。このちっちゃいのにそこに混ざれますから。はい。ただし、バンドでやるとなった場合は、音量がやっぱりちっちゃいから。まあ、この G ラボのウクレレでピックアップ付きとかね、いうウクレレをセレクションしてる方は、ここにアンプリ繋いで、みんなとバランス取るってことはできるけど、生音だとですね、まあ、どうだろうね。でも、アコースティックギターとウクレレと、なんかコントラバスとか、カホンとかだったら、ウクレレでもね、音量大丈夫だと思います。あ、そういうね、ウクレレを他の楽器と混ざれないのかなと思ってる方結構いらっしゃる。他の方もいろいろそういうに聞かれたことあります。なぜかというと、やっぱね、テレビとかいろいろ映像を見ていても、なんかバンドでウクレレをね、メンバーでいるっていうのはなかなか見たことないからね。でも大丈夫なんです。ちゃんと混ざって、普通に気持ちよく、みんなとアンサンブルで、バンドで、楽しむことができますんで、安心してください、ということでございます。ね、面白いなと思いました。はい。C のコードは世界共通でございますんでね。C も Am もね、コードってそういうものなんですよ。はい。ご安心ください、ということでございました。というわけで今回いただいた4プラス1の質問にお答えさせていただきました。前まではね、もうちょっとね、いっぱい答えてたんですけど、もう4名様5名様でもね、濃厚に答えていくと結構なボリュームありますからね。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。重ねですけど、質問がある方はこの今見てるこの動画じゃなくて、こっちの動画のコメント欄に書いてもらう方がちょっとね、いろいろね、ごちゃごちゃになっちゃうんで、よろしくお願いします。なんか困ったなとか、ここどうなってんだろうという方は、この概要欄に貼っときますからね。この動画はここの動画のコメント欄に書いていってください。で、さっきも質問あったように、この曲のここが分かんないっていうところは、この曲の何時何分のところ、誰々のこの曲のそこまで書いていただくといいかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、やりきりました。というわけなんですけれどもです。今日はね、今日実はちょっと1日前に撮ってるんですけど、はい、ガズの新しい本、この本の出版記念イベントが東京で行われるんですよ。参加される方、ウクレレ持って集まってください。盛り上がっていきましょう。この本、ご機嫌ガズレレデイズ、めちゃくちゃいい本です。弾き語りをやる上ではですね、絶対知っといてもらいたい。もう、ご機嫌になれちゃう本ですから、このタイトル通り。ぜひ、ゲッチューしてください。よろしくお願いします。あと、G ラボ祭り、5月25日に開催です。
総額100万円分のプレゼントが、このオンラインイベントの最中に抽選をして、抽選会をして、当たった方には直接電話して盛り上がるというとんでもないね、面白いイベントです。参加資格は G ラボウクレレのユーザーであればどなたでも無料で参加できますよ。詳細概要欄に貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そしたら楽しくウクレレしていきましょう。困ったことがあったら、この質問に答えて、書いてもらうのもいいし、あとね、ガズレレ大学もおすすめ。ガズレレ大学。これめちゃくちゃいいですよ。毎週2回のオンラインライブ配信で毎月590円。これはね、なかなかハイレベルなことやってます。16ビートとかカッティングとかかなりね、面白い。ただしちょっと難しいんで、本当に初心者の人はまだちょっとここ早いと思うけど、16ビートとかカッティング練習してるぐらいの人はめっちゃ楽しめると思います。はい、こっちもちょっとね、チェックしてください。そしたらほら、毎週2回ライブ配信でやってるから、もうそのコメント欄のチャットを見ながらもう、こうだよこうだよってもうレクチャーできますからね。ぜひよろしくお願いします。そんな感じで今日の質問に答えたようコーナー終わります。バイバイ。